これダジャミスの結果そうだったわけじゃないですか、うん、で今日なんかその今日なんかそのそさっきのあの地球外生命の死を作れた話のやつでいろいろ考えた結果パッとこれ思いついたんですけど何腸が止まる詩っていいなと思って。あ、腸が止まる、腸が止まる、ひらひらってひらひらって止まる詩っていいな。あれ腸ってさ少女の動きしてるんですよ、詩人の目線で言うと。えすごいすごい、えすごいの。え普通に思わない、あ少女の動きで、あすごいす、ね、不確定要素で、あ飛んでて面白い。あそれって俺だけなの、いや詩人だから分かんないけど、ってことはもしかしたら僕は詩人かも ね。それ見て少女だって思って僕は初めて気づきました。え本当に、あなんだとっくにみんな知ってるのかなって。それなんかそのもしかしたら俺詩人かもしれないよ。今更ですよ。なんかその詩人かもしれない、まあ、詩をこれなんですけど、まあ、これソネットの形式なんですけど、まあ、これちょっと、まあ、詩を印刷してそこにその紫外線とかの反射する塗料で花の模様を描いて、でその蝶々って紫外線が見えてそれで花の模様に寄ってくるから、でそれで外に置けば蝶々寄ってくるんじゃないのみたいな思ったんですよ。成功するか分かんないんですけど、うん、思いついた時すごいなこれはと思ったんですけど、うん、なんかそのそれでそのこの詩を描いた時に、まあ、これなんか図らずしてソネットになったんですよ。ソネットになって、うん、ありがとうございます。弱く柔らかな花羽美しさは、おこれ朗読してもらった方がいいですね。弱く柔らかな羽、はい、花羽、儚き美しさは儚き美しさと結ぼれる光に透ける花弁の薄くまとわる、微風の層に透き通る羽の文様が重なる。そのひととき世界は黙して眼差しを注ぐ甘やかな密約により結ばれた人としての結ぼれに停止です、うんうん、まあ、これソネットなんですけどなんか自然にこの形になったんですよ。花の例えってさ、はい、やっぱり女性女の子どうしても感じるんだよね。そうです、花ってさなぜ女の子っていうかさどうしてもさ出てくるのかってその歴史が知りたいけど、でもそれは存在論的なので、花がイコールさタゴルが言ってたんですけど、なんか好きな人に花を贈るのはなんかその女の子も花集めるし、集めますしね、なんか同化したがる、花になんかそのそう秩序が現れてるじゃないですか、 B の秩序みたいな。だからなんか言葉には言えないけど、まあ、フィボナッチ数列的なさ破女とか過女とかって、それをなんか、まあハーモニーですよ、世界のハーモニーをどうぞって、うん、っていうのが花を贈ることだみたいなタゴール言ってて、あそれすごいいいなと思って、いいね、あ詩人だよ、立派な詩人だと思う。そうです、うん、素晴らしい。なんかその、その自然とソネットの形式があって、五七五もそうですだと思うんですけど、やっぱなんか字の綺麗とか字の綺麗字切れとかなんかそういうリズムみたいなのが結構なんか体に染み誰でも、誰でも呼び覚ますみたいな、なんかその染み込んでって、なんかそういうの結構その言ってることは、息するところだなって思うんですよ。生きてること言ってること分かるよ。その形式生まれる、形式生まれて、ソネットの形式とか五七五の形式生まれて定着するにもやっぱりなんかその収まり、なんかその落ち着く場所みたいなのがあって、うん、で持っていて修練する場所ってなんかそれが今朝の発見かなみたいな。それでカチャラが、カチャラミスノがリルケをすごい参考にしてて、でリルケソネットすごい、ミスノリルケ参考にしてるんだ。参考にしてるんですよ、リルケを。黒糖も読んでるよね。読んでるよね、確かにね、黒糖読んでなかったっけ。だから道蔵ね、黒糖の話してた気がしたけど、いや嘘かな、それ嘘だな、分かんないな、ちょっとね記憶でね、なんか道蔵も黒糖触れてた気がしたけど、ちょっとごめん、それ分かんない、分かんないね、ごめん。ただもしかしたら黒糖も確か触れてた気がするよ、ちょっと記憶が曖昧だな。え、道蔵も黒糖触れてたんだって記憶があるんだけど、多分読んでたんじゃないですかね、昼夜かな。まあでもどちらにせよあのリルケを読んでたっていうのはすごい、そうですね、リルケ読んでて、でもさ詩風は全然リルケから影響受けてないよね。ああまあなんか テーマというか主題はやっぱリルケはもうちょっと経験的キリスト教的だし、でもさ一言で言っちゃうと唐沢徹とは密造的だよね。あマジですか。
店戸の中に女の子いたよね、多分。いましたね。いたね。次女可愛いし。うん、次女可愛いんだ。あ、字が超可愛い。あ、字可愛いね。女の子文字だよね。女の子です。で、絶対道戸さん中に可愛い子いたよね。でさ、出会いがさ、の美の出会いってやっぱり超絶美少女じゃないけど、うん、人類を代表してるような女の子が隣にたまたま席で座ってで悶々としながら可愛いなとか好きとか思いながら勉強させられてるみたいな、なんかそういうその距離のストイックな教室、近代ハモニカ校舎みたいなさ、そのね、脱近代してないさ、うん、あの強制されたさ、ね、義務教育の中の最初のその我々の厳しい教育環境みたいなところ で、ね、東大帝国大学まで行くさ、うん、超エリートがさ、多分俺らよりも想像を絶する美しい体型をさ、あビジュアルだね、知ってる可能性はあるんだよ、ね、つまりさ、可愛い子との出会いがさ、詩の純粋さとの出会いとさ同義なんだよ、多分で詩から離れるじゃん、ね、で詩から離れて、あ、詩なんてあれだなっていうと、ここが追いかけてくるっていう現象があって、ああ取り付いてくるんですよ、向こうから書きなさいっていう、このミューズが、ああですか、ね、ミューズっていうか、いやミューズに対して失礼になっちゃうからそういう言い方はしたくないけど、ああ、はい、あのすごい超絶的なものがやっぱり美しい人がさ、はい、来るねそうなんです、ね、うん、で一生ね、詩人はそのすごい美しい人に、はい、あの疲れてるっていうか取り憑かれてるっていうか、どうしてもそういうものがイデアルなものっていうか、そういう現象学みたいのに、わかります、素敵なね現象学になってしまうんです。だ沈黙ですらもの、それは行間で何かを読ませるものっていうのは絶えず純粋持続として少女がいるっていうさ、つまりベルグソンの純粋持続ってのは女の子なんですよ。今中澤新一ばりにちょっとアクロバティックで言い切ったからさ結構ちょっと中澤っぽいよね、中澤っぽいよね、純粋持続は少女ですとかに、あベルグさんって女の子語ってただけじゃんみたいな、おーすげーすげーかもしれない、すげーとか言ってすごい勝手に言ったのか、なるほどと考えると結構本質的ですよ、本質的だよ結局さ結構そのイデアルな女性っていうのはあって、うん、なんかあのね、その話してたら唐さんが微妙にどもったような人なんかこうこんなになっててからさぞかし節々あるんだろうなと思って、なんか少しそういうなんかストライクの場合って動揺するじゃん、なんかね多分ね本物がいるんだよなんか、ね、でもそれは誰もがそうじゃないですか、分かります、なんかその、その確率の問題なんでね、そのそこからの確率的になんか書くっていうか、まあ、言語の樹木みたいなのがあって、そこからやっぱり花と実がなるっていうかさ、その下で黄昏れているのが沈むみたいな、うーん、そういうのあるよね、言葉が落ちてくる、葉っぱが言葉のことの葉が落ちてきてそれを拾ってるのが沈むみたいな、それは別に経済との関係ないけど、すごく美的な時間なわけですよ、孤独で一人なんだけど、一人ゆえに美がすっごく分かってくる、で美を知ってる人間って孤独じゃないですか、そうですね、ですよね、ですね、美を知ってると孤独ですよね、です、美しいものを知ってると孤独な状態に なっちゃってるんですよ、なるんですよ、絶対そうだよ、そうです、そうで、なんで俺はこんなに寂しいんだけど、なんで美しいものを出会ってるんだろう、でそこはさ、さっきのピュアとかさ、エーテルはそういうもんじゃないですか、エーテルって言ってたと、なんか科学みたいな、あったかもしれないみたいな言い方で、それちょっとエーテルってちょっと違う言い方なんだけど、だからそういう話、それそうだから、それを構造分析しちゃうと、さっきの、うん、この中田さんの方の話になる、うん、そうですね、構造分析のいいところは割り切って考えて、その数学なり何なりでもいいんだけど、あの答えがシンプルに出てそれで収まって、うん、分かったって気になれると、うん、しかし文学はもっと喧騒、ノワーズなの、ノイズになるあって、それによってやっぱり生まれてくる何かこう覚悟を決めた人間が、あの破滅と引き換えにしながら詩を書くなり、うん、最後多分これは別れることになるんだろうなって思いながら思いを込めて書くなり、別れてしまった後にパブロ・ネルーダが女の詩を書くわけですよ、さっきネルーダ読んでたんだけど、ああそうです、紅茶セイロンティーの店でね、そこ近くもう一つあってセイロンティーの店でやって読んでて、まあ、ネルーダももう目の前にいて、あお互い分かり合えて触り合ったりした女の子がいなくなった、別れたってところになった時に、あの詩を書いた、で詩はやっぱり事後的に言語で後から追っていくっていう性質があるんで、あの記されたものは過去に
過ぎないがゆえに、あの最も美しい時間への回帰というのがやっぱり言語においてあの可能になっている部分がある。そこで捨てられて全く別の意味を帯びて 例みたいなのがあってさ、全く書いたのと違った感じで読めたりする場合も意図しない読み方にされてしまってる。それがもしかしたら本質的にはあのある意味そういう予測できない、自分でも作者でさえの意図を超えたところで成立してる時に、まあ、詩っていう風なもののね凄さっていうか面白さみたいのが、その確率的な確率論的なと言ってもいい何かがあってさ、だそこに対してのそのアドリブの面白さみたいのが唐作は好きなんだよ。わかります。そうです。えっていうここの部分でえっていうところが斬新な言葉のひらめきで、あこれはすごい、まあ、ここまで来てる以上はもう学者として詩を研究しても一生終えてもそれなりに歴史に残ると思いますよ正直言うとね、素晴らしい業績だと思うよ。今でもね若くしてこれあと20年やった時ね、全集ができた時のね面白さそう、もうノートからねそういう、そうあこの人はやっぱ残るんだろうなっていう、ね、雰囲気はなんとなく出てきて、さあその目は確かだからな、あもしかしたら当たるかもしれないですよもしかしたら当たるかもしれないです。そう、まあ、いやそう言っていただけて、そうか、ね、いやけど純粋女性としての少女は素晴らしかったですね。いるよね絶えず。わかりますね、うん、ベルグソンの純粋持続に少女をつなげてやったら多分俺が初めてだいないだろもうこれは本当の研究者でこんな文脈出てこないよな。それで初恋なんじゃないですか。初恋だよ初恋え初恋って初恋の方が強いですか。初恋の何ですか。初恋 の力が強いですか。あけどね初恋は見れなかったんですよ、まあ、見れなかった、まあ、僕もそうです、まあ、大体そうだね、はい、その後の誰かみたいなのはないですかね。その後誰か初恋の方が持続してますか。ああそういうことですか。いやけどその後です。その後だね。だけど初恋の時のなんかねあのそうですよね、まあ、恋愛全然拒絶されたんですけど。ああそうなんだ。それが結構ね悲しかったです、ね、あのそれあんま言いたくない話かもしれないけど、ね、でもそれを生産的にするっていう意味で、でもそういうのある。あります。そう、いわゆる現象のつまずきってのがあるんだよ。現象のつまずきってのがつまり一番根源的な体験でなぜかその拒絶が始まるんだよ、はいはいはい、でもさ相対論的にはさやっぱりさ相克的な中とさあと選択性と進化論的なものとさあとさ答えのさ求めるものと求めないもの、はい、めちゃめちゃ好きって言われても、うん、私はこの人が好きだからごめんなさいっていうさ、うん、このねラインこのうまく調和しないライン、ああ、うん、資本主義的と言ってもいいライン、ああ、はい、対して調和はさあのこうなんていう共同体的なさなんかこうみんなでわさわさしてさ共有されたさ経済と社会の関係とさなんかいろんな路線がね、うん、恋愛の最初の現象的なさ、はい、体験ってさあのつまずきとさ創造性が絶対あるはずだけど、ね、敗北主義って黒糖は言ってるけどあの敗北主義っていうの黒糖はね、はいはい、敗北主義ってのはやっぱり詩人はあるんですよ。うーんなるほどあの最初のつまずきがずっと続いてるっていうのは、はい、まあそれがまさにつまずきの意思だってさ、あでその転倒、はい、その転倒からクリエイティブな部分がそうそうそれを踊りに変えてそれを生成させそれを想定し計画させね背主がついて建築になるみたいなさ、何かさ僕そうですね、僕結構その転がりぐらいのねあの一番激しいのが詩人ですよそうですそう底辺ですから底辺って失礼かね、いや底辺なんですよ、自分が詩人だから言うけど、そう底辺が詩人なんで、そこから石ころみたいなローリングストーンだから石ころで転がってロックしながらさ踊りながらさあの激しくなったりしながらさ吉政合同になったりとかするわけじゃないですか。そうです、吉政さんとお会いしたことあるけど、あそうですね早く詩人になりたいみたいなことをおっしゃってますよね、あの人ね。自分を詩人と思っていうふうに、もう早く詩人になりたいなみたいな。今なぜですか。もう結構なお年齢されて、まあ大先輩ですけどね。そうだからね。でも結局さ、その失敗がさあるわけじゃないですか。ピーター、どっかで小学校の頃とかさ、
美しい体験ってあるのも敗北に満ちながらもさ、だから完璧にその恋愛に勝利してさ、全てをなんか来た人間振るぐらいのさ、と恋愛の過剰なあれがさなくなっちゃうタイプの人ってマシニックになっちゃって、まさにロボットっぽい対応の人っているじゃん。それってさやっぱりさ教育上さつまずきがないっていうのはある種の欠如であってさ、それはやっぱり死が理解できない人間を作ってさ、文学の役目を例えば大学からなくそうとしたりとかさ、つまり勝利の方程式だけで学校形態で割り切った運営しようとした時のさ、育たない部分ってあるじゃないですか AI 社会においてさ。AI 社会であればこそさ、人間の感情っていう意味で文学は重要になるんですよ。なるんですよ。そこに死っていうのはさ、ああダメだ俺はもう落ちてったなと、あ人生終わりじゃないかなって思ってパッて見たら中原中也がいてさ、あれって言ってた、あれ本もあるなって言って読んでさ、あー気持ちわかるな、椅子を失ったりしたよなとか思うじゃん中也読んでさ、ね、椅子をなくしたぜとか言って、ね、分かります、中也本当にそうだよみたいな、隣人っていうかもう俺の中の友達っていうか聞いてくれる人じゃないですか、中也助けて、中也大変だって言って助けてって感じ。それがさやっぱりすごいあって、そこからやっぱりその死というもののさその相対が出来上がっているので、勝利の方程式でさ合理的に勝ち続けるさ、経済原則的に資本主義進化論的にさ、あと超確率にさもうなんていうのかな、相手を愛することができないぐらい愛されてしまうさ、超器用なさバリバリイケてる、そうイケてるっていうかなんか本当にね主としてさ完璧に近い人間、完璧はいないけど、はい、完璧に近い人間がさ、結論のない人間がさ死を理解しようがねえんだよ、はい、っていうところがあって、はい、そういう余白のなさっていうのはある種の不完全さであってさ、結論と転倒があるから人生面白いじゃん。だって俺が超完璧超人でさやばいっすよって言って月収2000万ぐらいあってやるし、やっていいかやっていいか、いやそれはそれでセレシになるかもって、ちょっと色めくかもしれないけど2000万あって、いやもう大丈夫ですよ、1日1時間ぐらい勤務でパソコンの前に座ってれば回っちゃうんで、超絶すっごいさもうなんか何だろう、ロバート・デ・ニーロっていうかさ、ブラッド・ピットみたいな顔してさ、ほんでなんかさもうめちゃめちゃさなんかものすごいキャリアがあって女の子なんて何にも言わなくてもスーッて言ってさとか言って連絡先いいですかって言うんだったら死書く必要ないし、死に気づけないし、愛の歌なんてくだらねえと思っちゃうじゃん向こうから愛を奪いに来てむしろ取ってるから、自分から愛するっていう能動性が消えるって受動性に変わるんですよ、求められすぎて中心が。そういう人結構いるから、そういう人がさ昼夜の詩読んでも大変だねでポイントそうですね、なるほど、なっちゃう、とても腑に落ちました。カリエナハもやっぱり敗北を知ってますよ、ね、ああそうか、詩人です、なるほど、詩人が完璧超人完全勝利者だったら、それは詩ではなくて、なんていうかもうもはや別の人種です。あだから藤木由美もそういった意味で詩人だって不況さと折り合って強く生きてるし、なるほど、藤木さんもね可愛い方ですけど、だから基本的に詩人はやっぱり黒斗が言ったみたいで敗北主義っていうのがある。そうだな、それは認める認めないに関わらず結果的に詩は書かれていてピュアなものであって、そうだってひたすらさ勝ち組がさ、俺はこうやって勝ったって文章が並べられてもそれは詩ではなくて、人のさ豊かさはさ人の痛みを受け取れる。あまさにそうですよ、リルキの秋っていう詩あるでしょ、うん、下で受け止めてる存在があるって全てをね、はい、それがやっぱ詩人の例えだって、リルキの秋っていう詩は全てを下で受け止めてる、うん、落ち葉をこう受け止めてるじゃないですけど、はい、ね、言葉の木から降ってくるわけですよ、悲しみとかが。唐沢君がさ、いや北原さん昨日北原さんに会う前に電話で大事な人と話してて、で悲しみが降ってくるんですよ上から、あれなんか大変だったんだなみたいな。それもさあと自分の体験もあるじゃないですか、はい、うまくいかなかったりとか、はい、そこに言葉がさどうしてもつながってくる。
素晴らしいでしょ、素晴らしい。糸悲しって歴史が歌の歴史であるじゃないですか。糸悲しですよね。悲しは美しいですよ。短歌とか悲しそう。糸お菓子とかさ、お菓子で悲しで美しい、まあ、大和歌じゃないですけど、まあ、昔の人たちも感情があってさ、それを言葉にしたいじゃないですか。AI じゃ分かりきれない部分が詩の部分なんですよ。計算の手法じゃ多分分かんない。とてもなんか人間の孤独と悲しみの根源はタナトスだと思ってて、うん、あそっか、やっぱ別れとか、あ要はあれでしょ、あのエロス的な享楽的なさ、その豊満なこの過剰な過剰というか、その間にも都市の間に死があるっていうの、死が隠れてる、はい、そういった意味では中田、まあ中田さんじゃなくてもいいけど、要はだから、うん、そうだよ。だからそういうのがあるから別れとか悲しみがあるからできる、うん、そうだけど、なんかその折り合いがつかないさ、なんかその折り合いスタンスが多分そういいんですよ。だから不器用な天使とか聖なるろくでなしって言い方が好きになって、不器用な天使とかさ聖なるろくでなしって、ビートはそうだな、聖なるろくでなし、あ知らない、そういう方知らない、不器用な天使知らないです、ね、詩人同士の話でそういう話になる、とんでもないやな、やっぱ詩人前って本当どうしようもないのって知ってたけど、まあ僕も含めてそういう人多いからそうそうそう、ありますよ。だから唐沢君の場合はそういうものをあの受け止められる人、でもそれはある意味その自分の中では一番信じられるものとして置かれているけど、結局現職的な体験の言語的な埋め合わせを空間性に落とし込むと言ってもよくて、だからそれをやるっていうのはね、結局自分の恋愛を反芻しているところと、あと偉そうに言ってごめんね、でも空間としては新しい何者かにしていくっていうさ、なんかすごく悲しみを癒すというか、うん、そういうものとしておっしゃってましたよね、最初お会いした時に、あの何か癒す空間を作りたい、癒すあって、なんかそう、そのなんというかその言葉少なでもいいかもしれないけど、うん、十分にあ言えたってなるようなものがいいなと思ってます、ね、うん、あそう、はい、言葉が散らばっている、あさっきの銀河のような感じで渦を巻いているのでもいいけど、はい、やっぱなんか言葉がね、最果てた人コラボでもいいですよ別にいいか分かれば悪いか分かれば、はい、で例えばですよ、なんか言葉でもそれはもちろん空間に落とし込む以上は、はい、その文字の言語がそこに設計上、うん、本人の意思として意図としてはやっぱり詩がある、余白がある。篠原和夫ってのは何なんですかね、あれは何かフィロソフィーみたいなものがすごく感じないと思うけど、うん、谷川俊太郎の設計した、あ、ダメ、谷川俊太郎の家を設計した篠原和夫って立ち位置があって、まあ、今日本もお渡ししましたけど、テキストをね、篠原和夫とかっていうのはあれは何なんですか、ポエジーなんですかね、空間性は。僕はすごいポエジーを感じてて、それもやっぱ不在なんですよ、不在とかなんか欠如とか、だから不在のさ感じながらさ、そのありかを探していくプロセスが詩なのかもしれない、ね、あ逆にあれです、ね、ベゲットですね、ベゲットなの、言えないよ、サミュエル・ベゲット、言えない、ベゲットすごいよね、あの書き方やばくないですか、何だっけ、書き方がすごい面白い、ベケットの小説、そうなんです、ね、面白いね、なんかこうアホダンスっていうか環世界から書いてるっていうか、忘れたけど、はい、詳しくはあの書き方はでも独特だね、翻訳で読んでるだけだけど、ベケットか思ったら、その癒すっていうところはさ一体何なんだろうね、それは結果的に言っちゃうと知りある空間が受け止められるってことですかね、リルケの秋の詩のような性質が空間にあるってことですかね、そこじゃないですかね、ある、それを受け止める、そう、それは制作に向かった方がいいんですかね、ポエシス的であった方がいいですか、この間の文脈で言うとそうだよね、そうです、話としてはなんか制作とかってそのさっきの様態モード、現実の今ある既存のモードの中に別のモードのシステムを挿入することだと思って、うん、まあ、そこで新しい、まあ、星座でもなんか、はい、まあ、星座ってかっこいいんですけど、ね、なんか
そう、なんていうか星座って例えはさ、ベンヤミンが言ってたよね、なんか星座の例え、バルタベンヤミンはなんか星座の綺麗な例えをしてた気がするよ。ずいぶん綺麗なことをベンヤミンが言うなと思って、そうなんですねあの人もそういうパサージュ論とかは詳しくは読んでませんけど、はい、なんかそういう素敵なそのレトリックというか、なんかそういう言い方、形容の仕方というか好きだった気がしますけどね。あのお通夜とかって、うん、これも書いてあったんですけど、うん、その結構その中田さんね、中田さん結構出てきて、中田さん葬式とかもね、なんかアートのような感じでしょ。そのお通夜とかもその変わってるっていう方がすごいなと、欠如とか、うん、既存の秩序が壊れた時にその結び目として生まれてくるものだみたいなこと言ってて、そうだね、中田真一はそういうふうに捉えるよね。そうですね。で中田さん、伊藤豊とかともね、非常に対談したりしてます、ね、伊藤豊がもう何十年の読者ですよ。あ、そうですよ。豊伊藤さんは中田さんの理解者だり、新報社って言ったら変だけど熱心な読者 で、 あ、そうなんです、ね、本も出してますよね。だから建築とそのお通夜の話じゃないですけど、はい、繋がってきて、はい、そうですね、あの物作業、そう、まあ、中田真一さんの言っているその死の話とかね、そういうのもってさっき唐沢徹君が言ってくれたあの死の部分とか、はい、ちょっと重なる部分があって、あの建築家中澤新一大好きで、みんな大好きですそうチベット の、 あの建築家とかの建築のエチカとか読んで、おー来たーとか思って、はーとか思いながらみんな打ち震えて、中澤さんって行くんだけど、本人はあの建築前の、あ、建築はしたんだけど、なんかこう石がただでかいのがコロンって転がっちゃうとかっていうプリミティブな状態だったんです、本人は。なるほど。でも周りはテンション高くて、あ、中田さん、本当教えてくれたいっていう、そのあれが面白いんだよね、対比っていうか。面白い。いや、それ俯瞰してちょっと偉そうだけど、でもみんな中田さん建築家好き、俺も好きだけど、はい、あの中田さん大好きで、建築の発想がつながってきやすいところがある。そうですね、なんか芸術留学とか昔やったみたいに、結構その構造主義的じゃないですか、だからいろんなところにも出るんですよ、音楽とか詩もそうだし、汎用性があるっていうか、そういうところがやっぱ中田さん好きなと思っていいなって思って、読みやすいという、読みやすいですね。いや、彼曰く、はい、彼にお会いした人が言ってたらしいけど、はい、あ、お会いした人が話してて、はい、本当はもっと書けるんだって。あ、でも読者に、多くの人に読んでもらうっていう意味でちょっと下げてる。あ、そうなんですね。彼本気出せばもっと書けるんですよでもそれは読めないものなんですよ一般読者が。そうなの。そう、一般読者が読めないのを本に出しても、あ、それはマニアックな人しか、本当の読める人しか読めなくなったから、あの密度っていうか、密度っていうか、いや、だからちょっと読み物として書いて、本気出せばもっとやっぱ考えることが結構ポリフォニーっていうか、重なりますもんね。ああ、重なるね。重なるし、それを火星的というか線的に骨書いていく、骨、声が、声、あ、声が、声が、そう、声が、そう、火星的なものが、まあ合唱と演奏じゃないですけど、合唱じゃないですけど一昨日くらいなんかすごい悲しかったんですけど、バッハのマタイを聞いた、マタイって何曲聞くとすごい言えるんですよ、癒されて、結構激しいんですけど、悲痛なんですけど、それがとてもいいんですよ、なんか。そうね、最果てた日の刺繍とかもさ、そういう風な捉え方されてたりとか、真相系な木材的な、あの刺繍は、そう、森政子っていう有名な、僕らの中で有名なポエトリーの人が、その人がそれ大好きって言ってて、で、筒淵さんっていうね、界隈で有名な方がいて、はい、我々の中で、はい、筒淵武さんか、筒淵さんがそれをね、引き剥がしたら、その人は逆に、森政子とかは逆に死んでしまうって話で言っていて、死んでしまいそうな僕らのための的な刺繍をこう持ってるから逆に切られるって、悲壮と悲壮が、マイナスとマイナスが、それが出たすげえ、なんかあざといっていうか、なんか簡単な話になっちゃうけど、はい、マイナスマイナスがそうみたいな、プラスになるみたいな、
だ数学もある意味なんかの何かを示してるよな。そうです、ね、記号で言うとそうです、ね、確かにとか思うこと結構多い、うん、そう考えるとね、うん、それがあでも本当に割り切っちゃうと AI は永遠にポエムを理解できないと思うんですよ。つまり僕が言ってるのは AI で理解できる範囲はさっきの構造と分析みたいな話が多分 AI 的なもので分析可能になるけど、多分なんか詩は本当内部なんですよ AI って、うん、分析とか構造分析とか内部だから、うん、けど詩とかって表面なんですよ。表面のひだなんですよ。レタス、あ言語ってことです。言語はレタス、レタス的なものになんか影が出てくるのが言語。内部観測って言ってるのか分かんないですけど、なんかちょっとでも僕からすると試作する側から言うと、もっと違う話です。あ、そうです。それ多分建築家が見た感じの詩っていうのはそれで OK、 いやむしろそうじゃないか表面っていう言い方しないと創作に結びつかないですよ。ただ詩人からするとちょっとモデルっていうか言い方がやり方っていうか捉え方が違うから、なるほど、もっとなんかランボーのさ地獄の季節って見ました？地獄の一期結構昔に読んだんで今ちょっとあんまりそらんじられないですけど、あれ表面ですかね、表面、あれ表面ですか。だからそう言われるとそうですね、なんか建築家はそういう捉え方で、うん、ちょっとリタッチメントで言えば表面って言った上で創作につなげられます、うん、ただ詩人本来の性質、詩人自身から詩作を本当にしなければあの呼吸が止まるみたいな心筋梗塞になっちゃうじゃないけど心臓が止まるみたいな連中はあの内部のある種の混乱を使ったりとか使うとか乗じたりとか、あの目の前で人が死んで目の前が、ね、人がいっぺんに亡くなったりとか、あの本当に好きだった彼女が世界初めての失恋みたいなところから 俺にとってのみたいな言葉が始まっていくので、それを表面というふうな言語表現した時の表面っていうよりなんか湧き上がってきて嘘表面、あなるほど、その対流みたいな感じの模様というか、 なんか それがなんか形固まったのがひだでみたいな意識。あそれはだからやっぱりちゃんと内部とかつながってるんですけど、唐沢君 の建築を関係していく中の詩がつながった、はい、あの発展系として見た場合の見え方で、あランボーがそれをどういうふうに考えられるかというと、はい、農作物を作る農夫と一緒ですよ。あ僕の考えると偉そうに言って申し訳ないけど、多分そこで、はい、知人は最初に言葉の作物を耕しておっこらせっつって、はい、あ種まいて、ああこうそうだねとか言っててああなってきたなってきたみたいで言葉を取ってくるのがあれなんですよ。それ、ね、でだから最初に物を作るのが詩人で、あの単語でつなげて最初に出てくる最初の吐息みたいな詩で、それは愛の告白みたいなものだと思うんですけど、理屈がないんですよ。それをごまかしてメタファーを使ったりとかシンボルを使ったりとかして、本当は言いたいことは一緒ですよ大体。それをうまくやって言語実験みたいになったりとか、現代思想が好きなものだってボルフェスみたいに歴史的なものを題材したり歴史的な哲学者の名前使ったりとかしてストーリー使ったりとか、エズラ・パウンドのストーリーよりかな、なんかそういう感じ。ギンズバーグはちょっとねあれだけビートで叫ぶっていうさ感じで桜を利用したりとか、基本的にはだから最初の一発目っていうところがあるのが詩人で、建築がその作物を受け取った末に分析可能だから、さっきの上質語の話が面白いわけです。それは言語学者もそうだ、面白いわけだ。ただ詩人は言語学を理解した上で、あの物を取ってくるかっていうとちょっと違うんですよ。ですでもそれが同居してる。同居してる。させたい。それはある到達であり、僕は叶わないところであり、僕は尊敬するところなんだ。はい、それは唐沢君しかできないから、俺はすげえなって思う。詩はそもそも最初から取ってくるもんだから、例えば愛してるっていうのはさ思ったらね、中島美嘉でも愛してるってことがあるけど、それをさ
構造から説明しないよね。しないです。だから本当にそうで、初発のところはそれが詩人ですよ。そう、本当にそうです。本当に始まりの最初の部分が詩なんですよ。本当に、ね、その言葉を生きなきゃ好きっていうところから詩なんですよ。そう、わかります。最初の部分が詩で、それを織り出してってひだができる。わかります。そうそうそう。それはとてもわかります。そうです。なんかそうです。そうとてもだから。あんまり理屈じゃないんですよね。なんかそう君が好きっていうのが理屈ですかって言われるとちょっと違うんじゃねえとかって、生命が持続していくためのさ、生命が生きていくためにはね、はい、やっぱりその最初の部分が何者かさ、それは、まあ、当然、うん、だから AI とさ人間の違いはそこじゃないですか。そうですね、直感、うん、直感みたいな、ピンとくるもの、うん、無意識とか、無意識、そう、まあ、言語にすればそうだけど、うん、でも最初に言葉のサポートを取ってくる人たち、喪に服しながら、うん、まあ、もしくは愛する対象が届かなかったりとか、うん、不可能ゆえに物を変えたりとか、うん、会えない距離、死んでしまった別れた、うん、まあ、ベルレーヌ、ポール・ベルレーヌの優しい歌みたいに、ちょっと幸せでラブラブな時期のことを変えた詩もありますよ、はい、ポール・ベルレーヌでも幸せな時期が非常に美しい詩集です。優しき歌は。でも生めかしき宴とか、あの女性のなんか不幸の人、不幸の歌みたいな、なんか女性のこの歌みたいなのがあったりとか、そうじゃないですか。で、乱暴なのか、あれも面白いよね。桜を利用するじゃないけど、みなしごたちのお年玉とかさ、なんか詩があるから17歳とかさ、と、そうそう。乱暴を読みました。なんか最近読んでないんですよ。ああ、そう、家に実家に全集あって、あれはね、ギオルは本当にすごいね、あれ一冊ぐらいでまとまる、まとまってますよ。アポリネールがまたちょっと年取っていった、まあ、彼は若くして死んだけどね、30代後半頃、あのちょっとまた読み返してみたら、やっぱ乱暴すげえって感じで、あれだけさ熱量がずっと続く詩人って皆無だよね。乱暴すごいですよ。いまだに乱暴熱に取りつかれてて、黒糖が書いてるけど、まあ、今ネットの時代でシンボリックにはある意味飽和的な交流状態、あ、いや、交流してる状態で、シンボリックな19世紀の文学とか捉え方もちょっと今20世紀とは違う、20世紀のいわゆる SNS 的なものができる前の、まあ、パソコン通信とかあったかもしれないけど、結果的に全体がそうなってくる、ネット社会になる前の文学、19世紀文学とか捉え方っていうのはちょっと需要の仕方が変わってて、今読むとケンジも20世紀末的な読み方ができなくなったんですね。なるほど。乱暴の熱をそういう捉え方、ある種放散した状態っていうか捉え方が多分あって、逆に言っちゃうと安全圏で読めてしまう乱暴、安全圏で読める権利っていうのは密度下がると思うんだ。なるほど。命がけで読んでないから分かる。そうだよね。っていうところがあって、文学は文学じゃなくなったわけじゃないんだが、少なくとも文学の捉え方が少し、あの、笑うなんていうかな、柔らかく読めるいい時代になってしまった。つまり隣人中也がいなかったら死ぬとかそういう環境ではなくなってしまった。そう、分かります。その主人がいなかったらとっくに死んでるっていうよりは別のケアや回路があって、必ずしも死がなくても大丈夫な人、でも独特の感性、哲学ないとあダメだなっていう人もいるし、死がないと生きていくのは大変っていう人もいます。基本死がないと生きていかないと大変っていうのは詩人です。これ書かなかったらその特殊な感受性が生かされないんで死んでしまうわけですよ。書かざるを得ないわけですよ。書かなくていいわけことになったらもうあれは詩人なくてただの人です。でも意外と今の詩人は豊かな国というか豊かな世界になってきたんで、意外と書かなくても大丈夫だった。いや、詩を書くべくして詩を書くっていう人増えたんじゃないですかみたいなことがあって、だから近代の詩人たちの方が今の現代詩人よりはあのコアに文学と向き合ってたし、昔の作家や詩人たちの方があの素晴らしいその濃密な、それこそ唐作君が言ってた詩と向き合って文学してたわけですよ。なるほど。ありますよね。ありますよね。そういうのありますよ。分からん、分からん。だから詩があったっていうのはまさにそのタートス的なものがあって、死の欲動なものに駆られながら快楽と破滅へ向かいつつアンリミショーみたいに変なの決めて、あの絵描く人もダメですよ。昔人体実験やってたミショーいますよね。松岡聖子は